チャービルはセリカ社属に属する一年草、パセリに類似する、フレンチパセリとも呼ばれる。マイルドな味わいの料理の風味付けに用いられ、フランス料理にも使用されるハーブである。仏名でセルフィーユ、和名でウィッキョウゼリとも呼ばれる。チャービルはコーカサス地方原産であるが、ローマによりヨーロッパ中に広められ、現在では自生している。アメリカ北東部などにも自生する。 40から70センチメートルまで育ち、葉は3回以上で巻いている。白くて小さい花は3型果樹で直径2.5から5センチメートルである。果実は約1センチメートルの細い楕円体か卵型である。高さ12から24インチ、幅6から12インチに育つ。パセリと似ているため混同されることがあるが、パセリとは栽培条件に差異がある。 食者日光と湿気を嫌うので、日陰の窓辺、ベランダが幸い環境に適している。文献に書出するのは、紀元後、ローマの時代である。チャービルはかつて池垣や荒地に自生する一年生の雑草とみなされ、注意を払われることはなかった。19世紀後半、原産地がロシア南東部、コーカサスからイラン北部産地であることが分かった。その後、食材として、 注目を集めるようになった。葉を食するチャービルとは異なるチャービル。根を芋として食べられる。根を食するチャービルの葉には毒があり食べられない。芋用に育てられるチャービルは葉用のチャービルよりも太い根を持ち、品種が別物で19世紀には人気があったが、現在ではイギリスやアメリカではほとんど食べられず、フランス料理のスープやシチューの中でまだ使われている程度である。 現在、産地は、フランスロアール地方とブルターニュ地方で、年間5トンとごくわずか。フランスのマルシェでは10月頃に出回る。中世の頃に、ロアール地方の貴族が北欧から持ち帰り栽培が始まった。第二次大戦後栽培されなくなったが、フランスロアール地方とブルターニュ地方で、また栽培が始められた。日本でも、北海道で栽培が始められているらしい。 チャービルを使ったサラダチャービルはしばしばグルメのパセリと呼ばれ、チャイブ、バジル、タラゴンなどとともに、カキ金、魚介、野菜等の風味付けに用いられる。フランスではオムレツ、サラダ、スープ等に加えられ、特に人気がある。パセリよりも傷みやすく、スペイン肝臓のかすかな味がある。乾燥すると香りが落ちるので生のまま使うのが望ましいとされる。 キリスト教圏では復活祭前の料理の材料に使われる。チャービルはなめくじよけに用いられることがある。伝統的には様々な医薬用途に用いられてきた。妊娠した女性はチャービルを浸出した風呂に入り、チャービルのローションは石鹸として用いられ、また血液浄化剤としても用いられた。消化促進や血圧低下にも効果があると言われ、巣に浸出したものは、 シャックリの治療にも使われた。チャービルの根は長いため植え替えは難しい。霊涼で湿った環境を好み、それ以外の環境では、とう立ちという現象を起こしてすぐに種ができてしまう。葉の収穫はとう立ちを防ぐのにも役立つ。ありがとうございます。